できた。前回の動画でキャンタル広島クレテンさんでキャンピングカーをレンタルし、 RV パーク吉和魅惑の里にキャンピングカーを止めました。前回の動画をまだご覧になってない方は、動画下の説明欄よりまずは山口旅行その1をご覧ください。はい、やっと荷物片付けました。袋とかはバンクの部分に入れて、あとはクローゼットにボストンバッグとか服とか収納しました。バンクランプフリールームってこれか、あ、これで切れるんだね。はい、バンクもいいね。バンクはこれだ。ちなみにこれがメインで、こっちがサブで、奥のあれが間接照明で見えてる、こうほら、うん、あとそこの読書灯は読書灯で、ここでスイッチがあるから、このスイッチ下に、なんで上に向いてるんですけど、こうねこうね、ここに今外に電源つないだから、ここの端のコンセント、そこにもコンセントあるでしょ、あそこ使えるから、うん、充電はそこでできる。読書と、うん、左右対称にね、うん、うん、あ、そうだ、これを閉めなきゃいけない、両手でしなきゃいけないの本当は。あ、寒いね、すごいよねこのイージークローザーかっこいいよね。この閉めるよ、うん、閉めて、あ、これでいいよ、そう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 、うん、あとテレビつけなきゃね、テレビがね、なんか電源と、うん、なんか違うらしいんよ、こっちが電源用だから、うん、電源だけこれ、うーん、テレビ電源入ってる、入ったな、で、切り替え、うん、あ、切り替わってるのかも、今検索してるね、そうだね、で、チャンネルの、うん、まあ、こっちだって、こっちのリモコン、こっちは電源だけ、電源用、うん、で、チャンネル用、多分これがね、テレビで、うん、こっち側のチューナー用だと思う、チューナー、うん、あの地デジの、ああ、ああ、それで2つあるんだと思う、なるほど、うん、うん、あ、もう検索してくれたんだ。ですが、結局この日、電波状況が悪く、テレビが映ることはありませんでした。あ、疲れるね。うん。なんか出方気をつけんと、なんか超える。この向きかな。うん、なんかちょっとここちょっと心配だね。気をつけないと。うん、そうそう。このテーブルも使えるみたい、まあ、ここで一応物を置いたりもできる、うん、電源入ってるんだよね、ならないね、あ、入ってるね、入ってる入ってる、大丈夫大丈夫、使える、うん、じゃあコンビニで買ったら温めよう、はい、はい、冷蔵庫の開け方はね、こっち、これ左右対称だからね迷うけどね、こっち側開けると開く、あ、そうなの、うん、ここに取るやつでさ、あんなんだよ、ダメだよ、え、リモコンが引っかかる、開けた時に、あ、ここがね、うん、これ確かに、ちょっとこれはちょっとここがね、引き出しのテーブルになってて、うん、ちょっとしたテーブル使える、うん、で、ここにレールがあるでしょ、うん、ここに
クローゼットにあるでっかいテーブルをここからあんとここの辺までテーブル、ここまでテーブルできる。ちょっとやってみようか。じゃ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 ーん。あー、デザイン一緒なんだね。でかい、でかいけどなんか違う。はい、よいしょ。こっちに回しながら、はい、広い。うん、すごいね。2人には広いねこれ。うん、じゃあ晩ご飯だね。待って、ここの引き出しだとこの引き出しでもいけた。そうでしょ。でもちょっと狭くない、ここでも。これ。ここちょっと狭くない、でもこれ。十分。十分でしょ。そう。これいらんかった、うん、まあいいけど。豪華なディナーになる。うん、これ、母さんこれあげようか。これ絶対楽だよ。こっちのやつ。楽だな。この横のクッションは、これだけですよ。うん、よし、電池にしてこう。何分これ、これが何ワットか分かんないけど、600ワットこれ。500ワットで3分30秒。ワット数がどれかな。500で3分30秒スタート。これがね、インバータだと連続して3分とかダメみたいな。外に繋いでるから大丈夫。これは何分だ、これも3分30秒だ。はい、できた。さっき手洗う。あ、ちちちち、さっき手洗い。わざわざ持ってきたんだね。持ってきてたよ、こういう中だけ。そうね、上上上上に上げて。そう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 、硬い。大丈夫。ああ、散る？これ散っても散っちゃうのね。うん、散っちゃうよ。ああ、うん、どうぞ。録画しちゃった。ああ。おーと、これちょっと見にくいな。ここ上から見るとね、うん、文字が見えないんだよね。ちっちゃいよね。もうちょっと上にある。よし、電源用にも。できた。いい匂いするね。どのくらい使う。食べよう。よし、一番搾りいただきます。これをいただきます。道の駅じゃないから存分に飲めるね。そうだね。いただきます。道の駅だと動かないといけない感じ。ゴミ袋はとね、ゴミの分別は、うん、缶、瓶、ペットボトルは資源ゴミで水色、燃えるゴミ、
紙ビニール色付きトレイとかが青、うん、青だけじゃないんだいや緑と青水色白緑色に分別して捨ててください青がねでかいな、なんかもったいない、青が燃えるゴミ、うん、ビニールも燃えるゴミだから、うん、じゃあこれ燃えるゴミですかね、そうそうそう、缶とか瓶がペットボトルは資源だよ、あと透明のトレイ、透明のトレイってどれ、どこからどっからかな、これかな、これは燃えるゴミ複雑ゴミだと分けにくいゴミは緑、緑を使うことないな、白はな、透明トレイ、ペットボトルの蓋とラベルは燃えるゴミ、難しいな難しいな、これスプチセルとややこしいことになるけどこのラベルハグじゃん、キャップとじゃん、キャップとラベルは燃えるゴミだから青、うん、でこのペットボトル透明なところが資源、缶も資源、でもこれ消えるんだ、ダメでしょ、うん、これはもう燃えるゴミでいいんじゃない、もう分別した頭がいる。めんどくさいな。なんかうちらのところよりなんかすごいめんどくさそうだね、とこ、うちらのとこも結構めんどくさいけど、あそう、でも十何種類に分けるとこもある場所も、うん、そうそう、ね、全部食べ残さずに食べたらね、生ゴミ出ない、うん、定番のペペロンチーノ、シャックあったらエアコン入れたら、100ボルト電気来てるからさ、どんぼどんじゃないかな、うん、多分あげとく、何度26度、あれこれコンマごと設定はできるの、うんうん、すげえな、賢いな、26、うん、これ、はい、つまんでロックした、ロックした、ロックした、なんか音が鳴ったの、あれ閉まったのかな、ロックしたんじゃない、うん、重いのか、あ、押した？あんた触ったでしょ？ギアランプ消えとるやん。これキングサイズやってるの。うん。めっちゃ減るよこれ。めっちゃ減るよこれ。二人で寝る場合は真ん中。必要ない気がします。今回の動画は以上になります。次回の動画では明るくなってから改めて RV パーク吉和魅惑の里の紹介をさせていただきます。いつもいいねとコメントありがとうございます。
これからも頑張って動画配信していきますのでチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。